今日紹介するモッドはこちら。Easy Villagers。だよ。村人収容されてて草。このモッドを導入すると、村人に関わるアクションのすべてが簡単になります。まずは取引。ちょこまかと走り回ることがなくなるので、管理がとても簡単になります。箱詰め村人。全種類の食用に対応しており、サイクルトレードボタンをクリックすると取引内容が変更されます。ぶっ壊れ機能じゃん。これで修繕ガチャも簡単に、それの上位種であるオートトレーダーを使うと、取引を自動で行ってくれます。ホッサーを繋げて放置で攻撃アイテムが手に入るのか。小麦畑に繋げて完全放置でエメラルド回収とかもできます。ファーマーを隔離すれば、放置で小麦の収穫が可能になります。隔離って言ったな。ちなみにさっきのオートトレードと組み合わせて、エメラルド製造機が作れます。本当に人権を無視している。村人とゾンビを同じ部屋に入れてアイアンゴーレムを沸かせて、鉄入手トラップを作ったり、村人をゾンビにして村人に戻す部屋も存在しています。本当に村人をアイテムとしか見ていない鬼畜の所有。一旦ゾンビになった村人は取引の時に安くしてくれます。マッチポンプの極地。これでみんなも良き村人管理ライフを。おまわりさんこっちです。